ओम शांति बाबा वा私たちに素晴らしいファミリーを作り、素晴らしいファミリーを与えてくれました。それは神聖なファミリー、ブラーミンファミリーであり、また神聖なコミュニティでもあります。同時に私たちは同じ大学で学習し、同じミッションを持って一緒に働いています。私たちのお互いの関係は私たちの誕生と同じくとてもユニークです。ブラミンの誕生は実際に純粋な誕生であり、ユニークな誕生です。私たちは口から生まれたブラーマの子供たち、ブラーマクマー、ブラーマクマリです。ですからブラーミンという言葉は人生における純粋性についての意義やインスピレーションや認識を与えてくれます。純粋性はあらゆる美徳の母です。
関係における純粋性は、実際に花輪を作り出します。ダイヤモンドのネックレスを作り出し、お互いに対する純粋な愛を作り出します。私たちは愛の純粋性を理解します。私たちのはババの愛がとても純粋で利己心がないことを体験します。ブラーマは愛ゆえに新しい世界を創造するために心、体、富、地位などすべてを犠牲にしました。ブラーマ・ババの視線は新しい世界の方を見ていました。純粋性のある関係は実際とても喜びに満ちた関係です。純粋性とは何ですか？純粋な関係はお互い同士の美徳を見ることに基づいています。それはブラーミンファミリーの中でテストにもなり得ます。時々私たちがお互いの特別な資質を見るとそのことで惹かれ合ったり、執着や好みに基づく関係になるなら、それは純粋な関係とは言えません。それは束縛になるからです。関係とは、神聖な関係を作るということです。すべての種類のネガティブな影響から解放され、何かしらの体の意識に基づいてお互いに惹かれ合う感覚から解放されているということです。これは魂と魂の純粋な関係です。ババは調和、あるいは調和ある環境を作り出しています。純粋な心、純粋な気持ち、利己心のない状態があり、私たちがみんな一つにつながっていると認識して、神聖な世界を作り出しているとき、それはまるで天使たちが一緒にダンスしているかのようです。飛ぶことに関して、同じ羽を持つ鳥たちが一緒に飛ぶことについて言われます。ですから、視線は完璧性を見て、カルマの感情に入るときは、自己尊重を持ち、他の人たちへの尊重を持つという、とても崇高な新しい関係を作り出すことです。純粋性があると嫉妬の痕跡はなく、競争はなく、比較もなく、どんな種類の期待もありません。期待しても期待が満たされないと、怒りや反応や拒絶や批判の不純なフィーリングが生じて、それによって私たちは天使になれません。天使とは、自由であるということです。鳥のように自分の翼で飛んでいます。一緒に飛んでいますが、自分自身の翼で軽く飛んでいます。ですから、純粋性とは高貴さであり、純粋性とは精神性であり、純粋性とは私たちの美しさであり、純粋性とは私たちのお互い同士の真の関係です。純粋なハートを持って、お互いに協力し合い、サポートし合います。純粋性の本当のテスト、真のテストや純粋性の証明は、他の人たちの全身を見ると、自分に大きな幸せがあるということです。例えば、一般の家族でも、お父さんが働いていて、子供たちの方が良い仕事を得て、良い地位を得ても、お父さんはなぜ子供たちの方が
子供の方が私より高い地位なのだろう、などとは決して嫉妬しません。弟が学校で良い成績をとっても、お兄ちゃんやお姉ちゃんはそのことを喜びます。この魂のファミリーが一緒にあって、ファミリーが前進しているとき、相手の前進を認め、それを称えます。他の人が認められたり、敬意や尊敬が払われているとき、自分の中にどんな種類の、なぜそうなのかというフィーリングがないかどうかチェックしましょう。相手の名誉は私の名誉です。相手のポジションは私のポジションです。ですから、このように純粋性があるとき、お互い同士とても自然に捧げ合います。つまり、自然に貢献し合います。ですから、パパは信頼に満ちているファミリーを作っています。私たちは純粋な愛を持つパパ、パパのドリシティ、アビアクトのバップダダのドリシティが愛に満ちていることを見ました。ダディたち、ブラマババは愛を持って私たちを維持してくれています。ダディたち、ダディジャンキー、ダディジー、プラカシュマニダディジー、他のダディたちも愛の見本としてお互いにどのように関わるかを示してくれます。ですから、純粋性があるところ、信頼があり、何も失う恐れはありません。私はそれを持っていても、それは私のためではないかのようです。それはババのためであり、私たちみんなのためです。ですから、純粋性とは天使であるということです。私たちブラーミンのゴール、私たちの未来、ブラーミンの未来は天使であり、天使の未来はデイティです。ですから、純粋性の香り、純粋性のスピリチュアリティによって、自動的に私たちは、天使の地、パリスタン、天使の世界をここに作り出しています。一つのゴールで一緒につながり、一つの糸で至高なる存在とつながり、また同じ狙いと目的でつながります。この純粋性は、新しい誕生、新しい人生の基礎です。オームシャンティ。